プチ・ニコラ最強の夏休みは2014年のフランスのコメディ映画。監督はローラン・ティラール、出演はマテオ・ボワス・リエとバレリー・ル・メルシェ、カド・メラットなど。フランスで愛読され続けている国民的人気絵本、プチ・ニコラを実写映画化した2009年のファミリー映画、プチ・ニコラの続編。日本では劇場未公開だが、ワウワウで放送された。 優しい両親と幸せに暮らす小学生ニコラは夏休みに両親と母方の祖母と4人で海辺のホテルで過ごすことになる。しかし父と祖母の仲が悪いこともあり旅行は最初からトラブル続きである。ニコラたちは旅先のホテルで父の旧友ベルニック氏とその家族に出会う。夕食を共にする中で両親たちから言われたベルニック家の娘イザベルと 結婚すればいいとの冗談を真に受けたニコラは、ガールフレンドのマリーエドーイジュと結婚するために、イザベルとの結婚を何とかして、避けようと、現地で仲良くなった男の子たち5人と相談し、様々な作戦を実行するが、それが思わぬトラブルを生むことになる。アロシネによれば、フランスの23のメディアによる、評価の平均点は5点満点中に、9点である。ありがとうございます。